かしてみれますよ。船橋ですね。太郎さあどうだ、誰が来る。おお、はあ、来た、母登場。あーあー、すごいすごい、母来た、これすごい、やった、パンド倒した、母強いな、やりました。おお、いや今回特徴的なのが結構この昇格演出、今みたいにいきなり役物合体するパターンとか、奥に行ってまあ普通に7に変わってたり、最後この役物が出たり、セブンが横見て、すごいいろいろ昇格パターンがあるんですよ。だ最後の最後までこの7に昇格する期待が持てるという、これも実際打ってるとどこで昇格するか分からないんで楽しいです。お願いします。あー、ついに今のはもう負けるべくして負けた、はい、でも大ピンチでした。大ピンチ、相当やばい。あいやでもすごい一撃、でもゴレンちゃんで1万ポイントゲットしたからかなり出玉もすごいですね。さあ、負けてしまうとですね、こちらチャンスタイムに突入します。さあ、ただこの脱出チャレンジは確認の可能性もまだ残っていますので、で、電サポの区切りが20、40、60です。伸びれば伸びるほど、確認の期待度も上がるので、続くことに期待しましょう。さあやばい、あと2回転になってしまいました。ここで終われば通常、続けばさらに時短プラス20です。いきます。おお、これで、40回転の電サポは確定しました。あらら、終わっちゃいました。シルビーお姉さんも負けちゃいました。そうですね、負けちゃいましたよ。まあまあでもまだ駆ける可能性ありますから。そうですね、もう判別方法も簡単で、これ抜けなければ、通常画面に抜けなければ内部確認状態って感じですね。ラスト1回ここですよ、来い。あら、時短だったの。時短抜けちゃいました。時短でしたね。これスケロクさんラスト1回。いやいや、スケロクさんシルビさんと違いますよこれ昇格。いやいやいやダメじゃないですか。意外とも60時短だった。ダメでしたね。まあまあ今みたいにかつて通常モードに戻ってしまったら確変の可能性はなくなるので、まあやめてしまっても大丈夫です。はい。お、あ、はいはいはい、これあれですね、図柄がこの悪そうな図柄あるじゃないですか。揃えば暗黒カウントダウン、もしくはウルトラバーキキラーの発売になりますけど、あ、これはあれですね、下からファーってくる感じは。なんか引いた、これ潜伏ですかね。潜伏もしくは小当たりだね。もしくは小当たり、あ、ここから暗黒カウントダウンに突如現れた謎。あ、そうですね、潜伏もしくは小当たり引きました。すごい、これ潜伏だね。あ、本当ですか。これちなみにですね、このボードに突入した際に、はい、ここにランプの群があるんですが、ここがもし点灯していれば、潜伏を引いたことになりますね。あ、じゃあ判別できるんですね。できる。なるほど。で、何もついてなければ小当たりになる。じゃあこれは潜伏なんで、この場合は、はい、まあ、ランプで判別してもいいし、はい、もし潜伏を引いた場合はモードを抜けないようになっているので、モードを楽しんでこの暗黒モードを抜けるか抜けないかを楽しむのもありかなっていう。あ、じゃあ見逃しても大丈夫なんですね。抜けるまでやれば大丈夫。なるほど。で、楽しみ方はいろいろあるけど、損はしないようになってる。だから嬉しいよね、そこはね。そうですね、分かりやすい、分かりやすくなってます。安心す。お、来ましたね、隊長が。これチャンスですよ。どうかな、おー、リーチ来ました。頑張って。お、女の人カットイン。これだいぶチャンス来てますね。このキラープラズマ倒せば当たりっていう、来ましたよ、ゴータローの声行く。あ、これは行きましたね、撃破。はい、ウルトラダイクキラー
見つけたんで、お来ました、やっと当たりましたよ。引いた、はい、旋風角変から引きました。宇多田キラー来ましたよ、これ。あれ、これダークキラーバトル行ったの。そうです。で、ここのバトルで勝てばウルトラバトルモードに入るっていう感じですね。なんで潜伏確変から当たりを引いて4ラウンドですけど、ここであのウルトラバトルモードに入るチャンスになるんで、全然これは嬉しいですね。こう最悪のパターンでも出玉が取れるっていうのは結構大きいです。お、跳ね返しました。またバトル、ウルトラバトルモード入りますよ、これ。そう、潜伏確変ですね、暗黒カウントダウンを制御した場合のこのラウンド、4ラウンドの当たり結構大事になってきますね。お、しかも16ラウンドになりましたよ、これ。あ、しかもさらにやっぱりウルトラボーナスみたいな。あれ、なに、フェスで、フェスで16引いたの。今ウルトラ大事キラーバトル行ったのに昇格したんですよ。おー、すげー。おお、ちょっと見てください、放流がウルトラマンタロー放流に変わりました。これは熱い。さあ次ですよ、次。さあなんか来い。おお、来ました、 SOS ゾーン、本気の激アツ先読みゾーンです。おお、さあ疑似に疑似3までいくかどうか重要ですよ。この時背景がゼブラだったりすれば激アツになります。セリフの文字も赤ならチャンスですね。この2度落下も熱いですよ、チャンス。おお、来た来た、ゼブラショット、ゼブラショット。しかも君さん、ここもゼブラだって熱かったですから普通ですね。お、怪獣怪獣、めちゃめちゃ熱いです。次回予告、太郎は果敢に戦いを挑む。次回ウルトラの母は太陽の熱い、これは熱い。さあここで液晶変身じゃなくて薬物変身すれば激アツですよ。孝太郎、頼む、どうだ。あらら、まあまあまあ、でも十分熱いです、ゼブラ出てますから。さあヒットする回数が多ければ多いが熱いです。しょぼ2ヒットやばい、少ない、チャンスアップはないですが、次回予告も出てし、ゼブラも出てるんで、おお、来ました。この VS 段階は普通の VS とこの兄弟が参戦する VS があるんですが、こっちの方がチャンスアップです。やばい、熱いっす、これは。もう本気はこの怪獣を倒す、怪獣や聖人を倒すときに兄弟が参戦するかどうかが重要です。ザーいきます、やりました、王道パターンで見事渡りゲットしました。シルビーさんがちょっと席を外してる間に僕も引きましたよ。さああとは昇格するかどうかですね。まあまあ、でももうこの時点で格変は決まってますんで OK です、全然十分です。やりました、よし、じゃあ連チャンさせるぞ。月岡さんも連チャン格変モード入ってますね。そうです、ちょっと私がトイレ行ってる隙に王道パターンで当てましたよ。本当ですか。いや、でもちょうど2人とも今確変ちょっと入ったところなんで、そうだ、ね、ここで一勝負しませんか。お、何対決。はい、いや今度私たちジャンバリさんのジャンバリウルトラバトル出るじゃないですか。あ、はいはいはい、それが出玉勝負とかじゃなくて誰が一番連チャンさせられるかっていう連チャン勝負らしいんですよ。そうだね。なんでここは一つ前哨戦としてどうですか、一勝負。どっちが連チャンさせるか、はい、そういうことです。いいんじゃないの、はい、じゃあちょっとぜひやりますか。はい、いいですね、まあ、もうすでにこのシャープ1で、すでにこの視聴者さんにどっちが勝つかもう
募集してもらったみたいなんでもういつの間にもう台本通りですね、もう何よりも台本通りっていうね、はい、まあまあでも、はい、こっからの勝負は台本通りじゃなくて本気の真剣勝負ですから、はい、ガチ勝負でいきますよ、絶対負けないよ、はい、やりますか、よし、じゃあ、はい、じゃあバトルスタート、でやー、じゃあ、お、黄色来ましたよ、2はやばいでしょ、あれ、あ、風来た、やった、よしよし、いやとりあえず2連射、クソ被ってる、来てますよ、ちゃんとですね、これはもらったも同然ですよ、とりあえず2連射、しかも圧勝じゃん、ボコボコですよ、もう本当、お、よしよし、頑張る、メタン、いやいやいや、もうガードしてますから、これはもういただきましたね、おい、はい、あれあれ、まあまあまあ、でも復活がありますんで、まあ風来てるってことは復活か、復活ですね、2回でこれ1回外れさせといてね外れさせといて、よし、まず一勝、やばい、エース来ましたよ、2人でめった打ちにするってやつですね、この下がってくるとお助けが入って復活勝利という感じでなってます、よし、熱いバトルが見れましたよ、とりあえず、しかも16ラウンドでも、まあ連チャン勝負なんでここは嬉しいだけです、いやこれやばいんじゃないの全然当たってないですけど、うん、まあ、でも 80% ですよ、ね、全然いけますよ、お、来ましたね、お、でも来たよ、チャンス、おお、突破しました、さあ敵はゴムラ、まあ信頼度、おお、緑オーラなんで信頼度中くらいの部類の敵なんですが、星が2個で少なめでした、これチャンス、ヒットすればチャンス、おいおいおい、やば、あやばいやばい、めっちゃ殴られてる、反撃、おお、ちょっと劣勢だったんですが、セブン参戦でやりました、これでシルビーさんに追いつきました、やばい、追いつかれた、あぶねえ、よし頑張ろう、もうとにかく兄弟参戦はもう超激アツです、もうさらにですね16ラウンドの期待度もかなり超高まりますので、まあピフラッシュなってますけどね、気持ちいい、さあ面白くなってきたね、おお、そうですね、こっからですよ、こっからだね、わあ、風来た、風来た、これももらいましたよ、緑ですけど、バトル、相手は誰だ、これはエースキラー、危険度にもう弱いですね、あ、もうガチャガチャ言ってんで、これで降りてくれば、この降りるポイントもタイミングが結構いろいろあるんですけど、降りてきたらお助け入っても当たりになります、よし強い、もう 79%、 あれ競り負けちゃったんじゃないの、いやいやいや、これはありますよ、大丈夫です、風が来てるんで大丈夫です、よーし、2回目、しぶといね全然まだまだ続きますよ、ああああ、倒しちゃった当たり前ですよ、 80% ですよ、よし、おお、横切った、昇格、よし、あ、いろんなパターンあるね、本当昇格、面白いですね、お、さあ雷の色が緑です、あ、赤に変わった、これはチャンス、さあとは赤い怪獣星人が出てくればチャンス、キュータンメフィラス星人、これはチャンスですよ、メフィラスは弱い、
し、星も2、これは大丈夫でしょう。先ほどの雷も赤だったし、はじけ、よしよしよし、チャンスアップ。さあここでボッコボコにしよう。いけいけ太郎、あーカットインが弱いで、ガードされて敵の攻撃です。これもまたガードすればチャンス。よし、今のところで殴られちゃうとやばかったんですが、ガードすればこの相打ち演出になります。いきます。よーっしゃ、あー、とりあえず見えちゃう、チャンス。あ、メフィラス、同じメフィラス、こっちも追ってますよ。メフィラス、いやこれは、いやいやいや、これはいってますよ。いやいや、メフィラス、よしよし、おお、マックス。いや、なんかいい勝負だね。いい勝負ですね。今3回目ですよ。やっぱ 80% でループするんで、いっぱい当てれますね。でかいね。でかいですね。このね、仲間が助けに来れば、はい、もう2000発も超濃厚っていうのが嬉しい。はいはいはい、いいですね。わかりやすい。わかりやすい。もうピークラってるしね。もうそうですね。よしよし、安心の16ラウンド。何これ、何これ、タマトラマンじゃん、保留連じゃないですかこれ。タマちゃんがウルトラマンってこと、これタマトラマンでしょ。いや今名付け、今名付けだけど、名付け親になりますね。え、これめっちゃすごいじゃない、これ。なんか保留内来そうですね。すげーの出したね。かわいい、すごいよ。いやこれ手放しでいいと思います、多分。あ、来た、風来た、風来てる。やりました。ちょっとカメラではお伝えできないですけど、風来てます。バルタン星人、しかも敵も一緒っていう、ね、本当だ、たまたま。やべ、星の数で負けた。降りてこないです。もうすでにこのキックの時に助っ人の場合もあるらしいですよ、あの他の兄弟の場合も。おーし、早いね、早い。やっぱたまちゃん保留内で来ましたね。でパターン多いよね。すごい、おー、来ました、来ました。お、ほらー、よーし、一緒一緒ですね。いや、するね、レンちゃん、しますね、いい勝負だ。今4回目かな、バトル勝利。さあこれ僕たちピークラッシュなってますね、絶対上がりますよ。もうそうですね。さあどんな上がり方かな。あ、お、横切りですね、私。横切り、こっちはもう奥に行った時にこう来た。あ、来ました。パターン多いのいいね。パターンありますね。で常に気が抜けない、はい、最後の瞬間まで、ここまでいつ昇格するかわからない。よしよしよし、チャンス。その位置ね、あんまり良くないんだよね。なんかそうですね、怪しい。あれ、やばい、これやばい、やばい、激ヤバじゃないのこれ。危険度マックスですよ。いや、これやばいよ、これ強いんだよな。でもお助けとか来れば全然あるんで。やば、弾かれたよ。いや、全然ある、ありますよ。ボッコボコだよ。あ、やばい、弱い、かなりやばいよこれは。 26% だし、いや、本当だ、この信頼度も 26%。いや、お助け来い、お助け、お疲れ様でした。いやいやいや、来い。もう何にもしてないじゃん、今完全に一方的に入ってやられっぱなしでしたね。あら、あー、あー、来ない、すごい、やりました。あ、でも僕まだ3連チャンだから。そうですよ、1回多いんで。そうかそうか、いやいや、もう僕はあと2連チャンさせれば勝てるはずなんで頑張ります。おっ、いやー、さあこれでシルビーさんに並びました、ベンチャー数で。おっしゃ、敵はまあ大丈夫です、もう4個ですけども、
もう風来ちゃってますから。そうですね、もう多分勝負の風も僕に来てるんじゃないですか、はい、いや何言ってんですか、まずい。でもこれね、私の勝ちはなくなったところですよ。そういうことだね。最高でも引き分けか。まあでもこれ普通に見たら、もし風吹いてなければちょっとやばいですけどね、出ちゃうんじゃないですか。出ない。まあ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 余裕ですよ。充電きます。さあシルビさんに並びました。もう次で負けましょうよ。いやいや、ここで次ちょっと出して決めたいね、はい、いや次負けときましょうよ。僕に投票してくれた視聴者さんのためにも。視聴者さん言えてないですけど。嘘、今結構言えた方が。言えた方ですか。すいません、視聴者さん、あ視聴者さん。ちょっと喜び方が変わってくる。あ、見てください、たまちゃん出ました。 あれちょっと待ってください。やばい、今4連チャンしてる状態で、今ここでたまちゃん、これ勝っちゃう。この中の太郎の動きにも注目してください。おお、すごいです。出た時点で超激アツのダークキラー。この計測不能っていうのはすごい強そうですけど、何気にも超激アツです。何よりも超激アツです。もうだって演出が一人だけ違うもんね。そうですね、宇宙行っちゃってるもん。行きます。さあ、ご連ちゃん勝ちということで、勝ちました。さあ、さあ7になるかどうか。いやー、もうコテンパンにやられましたね。もうベンチャー戦抜いただけじゃなく、最後7で締めました。やられた。お疲れ様でした。お疲れ様です。参りました、すいません。はい、というわけですね、出玉勝負は僕が5連チャンさせて、シルビさん4で終わったので、はい、僕の勝利です。あー悔しい。やりました、やられた。というわけでですね、はい、僕に応募してくださった視聴者さんの中から5名様に京楽さんのグッズをプレゼントしたいと思いますので、 お楽しみに。私に応募してくれた方、すいません、ダメでした、ごめんなさい。はい、というわけでシダの方終了いたしました。はい、いや楽しかったですね。すごいですね、もうバトルが本当に面白くて、あのパターンもいろいろあるじゃないですか、攻撃パターンだとか、うん、そういうところもいろいろ楽しめたんで、ちょっと今日は満足でした。出来もいいだけじゃなくて、はい、その太郎が優勢だったりしたら勝利期待度が高いだとか、はい、助っ人が来れば2000発濃厚になるとか、はいはい、本当に知れば知るほど法則が面白い、このバトルが、はい、対戦相手とかもパターンがいろいろあるみたいで、今日全部見切れなかったんですけど、見たいね、見たいですね、やっぱり。しかもこれもちゃんと原作通りで、はい、太郎とか漫画苦戦した相手ほど強いという、やっぱキングジョーとかも強いんだよね。すごい。他にはどうですか。いやでもやっぱそのバトルとかの時もそうなんですけど、サブ液晶あるじゃないですか。はい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 、あれがサブどころか結構メインで見ても面白いぐらいの出来で、すごいよね。あれ面白いです。ミニゲームやったりとかで展開を示唆してくれたりとか、はいはい、その役そういう役割もあるんだけど、はい、そのね、役物になるっていうね。そうですね、あれがまさかこうぐるぐるってなって変身ギミックになると思わないよね。あれびっくりしますね、面白い。で他にも、まあ、あの仮面が落ちたりとか、この光線のやつも出来いいしね、はいはいはい、やっぱ迫力満点の台でした。というわけでですね、今日は楽しく歌してもらいましたけれども、はい、次回のジャンバリウルトラバトルでは敵同士ですから、はい、次こそは勝ちますんで。いやいや、次もシルさん任せて僕が優勝しますよ。何言ってるんですか、次こそ勝ちますんで。まあまあ、はい、じゃあそういうことで、はい、それではまた次回のですね、ジャンバリウルトラバトルでお会いしましょう、はい、お楽しみに。楽しみに。シュワッ。